ここからは今後ムンジェイン政権が直面することになる米韓同盟のジレンマについて伺います、アメリカバイデン政権の発足に合わせて韓米同盟を強化する一方、止まっている朝米対話と南北対話で大転換を起こせるように最後の努力を尽くすと米韓同盟の強化に言及しました、鈴木さん、同盟重視と言われるバイデン政権になりますとですね、ムンジェイン大統領のこの言葉通り米韓同盟強化されるということになっていくんでしょうか。いや、いい加減言ってるだけでですね、先ではそう言うけど実際やってることは違いますからね、でバイデン政権はですね、困ったことに米韓同盟重視ですね、バイデン政権の本気、でムンジェイン政権というのはもう米帝国主義が世界での問題を起こしてるっていう人たちですから、バイデン政権だけでなくてアメリカのアジア専門家からヒアリングを受けてて、最近本当に変わってきたなと思うのは、韓国って国も、はもう同盟は長続きしないだろうという人がかなり増えてきた。なるほど。でさらに左翼政権はもうこれはダメだと、もし同盟を続けるんだったら左翼政権を倒さなきゃダメなんだと、で昔だったらクーデターって考えたと思います、で実際1953年か4年かには、韓国軍にクーデターやらせかけましたからね、で今はクーデターという手口は使えないから、じゃあどうするかっていうと、多分韓国のさっきの株高、危ない株高じゃないけど、そういうところから通貨攻撃するのが一つ手があります、なるほど。アメリカがバイデン政権が米韓同盟を重視すると一方そのムンジェイン政権は口ではこういうふうに言いながらも腹は離れていくだろうというときに、なんかアメリカが韓国を追っかける、韓国がちょっと半身で逃げるみたいな、こんなもし構図になるとすればですよ、日本はじゃあその両国の間でどういう立ち位置を取るのが、日本の安全ですよ、どうしたらいいんですか、これ。いや、それはもう簡単な話で、両国の間に立ってね、いやそんなこと言わないで、ちゃんと手握りなさいよって言ったって、手握るような2人じゃないですよね、おそらく。いや、間に立つという発想がおかしいわけなので、もうアメリカに立ってればいいわけです、つまりアメリカ人と今話すのは、韓国の左翼政権って反米反日政権なんだと、でこいつはもう生かしちゃおけんよねっていうことになってくるです。なるほど。そうしたら来年ちょうど選挙あるし、それまでに痛めつけとくよね、でこれよくですね、マーケットの方もそろそろ怪しくなってくるよ、で今今日明日壊れるじゃないけど、これだけ上がっちゃうと危ないよね、で韓国の場合、さっき真田先生がおっしゃったみたいに、韓国の場合痛手が大きいですからね、多分それを使うっていう手口を考える、でなぜなら1997年の時はそうだったんだ、で、あの時と比べて韓国経済は大きくなったけれど、大きくなったからといって強くなったわけではないんです、真田さん、いかがですか、そのアメリカと韓国の関係どういうふうになっているのか、それに対して日本はどういう立ち位置を取るべきなのかなんですか、ちょっとですね、本質的なお話を申し上げたいんですけれどもね、まずね、バイデン政権がその同盟国重視と言ってるんですけども、我々の見立てはね、バイデンさんが言ってる同盟国っていうのは、大航海時代以降の既得権益層の多いヨーロッパとの同盟関係がまず一番プライオリティが高いと思うんです。あ、我々関係ない、関係ないとは言うんですけれどもどちょっとプライオリティが低いんじゃないかなというところがあります、それからもう一つですね、シャーマンさん、先ほどの鈴木さんのご説明の通りだと僕らは思ってるんですけどもね、その今回のバイデン政権の流れの中で、彼女自身の、すなわちアメリカ自身のポジションが変わってる可能性もあるということ。どういう意味ですか。すなわちですね、その日米間でしっかりと防御をしていってっていう考え方自体がですね、日本もそれほど重視してないんだとするとですね、そのカードとして使えるんだったら日本も味方に引き入れるけれども、そうでなければそんなに影響力を行使しない可能性もある。だからアメリカはですね、日本にとって味方であると思い込みすぎるのは危ないかもしれないと、いうことを私は申し上げたい。韓国を味方と思うなっていうなら分かるんですけど、アメリカも味方と思わないんですか。味方と思い込みすぎるのが危ないということです。じゃあアメリカは韓国を切るどころか日本もパチャンと切るっていう、そういう局面によってはそれはあるかもしれないですよね、日本政府の動きによっては。
ですから非常に、ね、難しい。だから結論からすると鈴木さんが言われたように、はい、やっぱりアメリカの方にきちんと立ってるっていうことを見せ続けないと危ないかもしれない。ほう、そういう同盟国関係ではないかなというふうに見てるんですね我々。日本の立ち位置ですらそういうふうにアメリカから見られる可能性があるとしたら、はい、韓国の立ち位置でアメリカから見たらもう完全によそ様になっちゃうじゃないですか。よそ様の日本との比較によればそういうふうなことになると思うんです、はい、ただし、はい、ここで一つポイントになるのが何かというとですね、はい、多分今中国の国内ではですね、うん、人民解放軍の発言力って強まってると思うんですよ。なるほど、はいはい、でその人民解放軍と血の同盟関係で北朝鮮も近づいてると思う、はい、思いますし、はい、その北朝鮮とまた仲良くするというような動きをムン・ジェイン政権が、うん、示しているということになるとですね、こういう朝鮮半島と中国の連携、うんうん、でその中国との連携によって経済も上げていこうというような形でのですね、ムン・ジェイン政権の考え方というのは出てくると思いますので、うんうん、そういったところでのですねアメリカの、そのアジア政策に対するですねポジションというものをですねしっかりと我々日本も見極めないといけないと思います。危ないんじゃないかなと思います。通貨制裁という意味ですね。日本に対しての通貨制裁はないと思いますけども、向こうに対してやってくると思います。日本はだから立ち位置をしっかりとしておく、こういうことが必要だと思います、はい、それでは韓国で注目すべきことと題して提言をいただきます。鈴木さんからお願いします、はい、日韓関係、まあ、外交において韓国は今が攻めてる気なんです。で先ほど申し上げたように韓国とアメリカの関係は極端に悪くなってきますし、それから韓国自体のマーケットもおかしくなってる、うん、非常に韓国に対する通貨攻撃が効くようになってくる。それから一番大きいのは韓国の中で捕獲対立が大きくなってるから、今韓国を叩けば韓国の中で日本にそうだそうだっていう声が出てくるから、うん、今構成するチャンスだと思います、うん、はい、ありがとうございます。では真田さん、はい、お願いします。私はですねこれどういう意味かというとですね、ムン大統領に味方するような人がサクセッサーで来るのかどうかという意味と、それから韓国国民のヌンチっていうのは何かというとですね、うん、この国際社会情勢をよく見ていく、そういう力というのがヌンチっていう、これ韓国語なんですけれどもね、その状況判断をしていく、そういうことで流れが変わると韓国国民のですね、あの政権に対する反応、それから日本に対する反応もすらもですね変わる可能性があるということで、韓国国民がどういうふうに考えてくるのかっていうのをしっかりと見極めたいなと。支持率 35% 前後まで下がってきました、はい、それは今言われたような局面に近づいているという理解でいいですか。いや、そういうふうなことを含めてです、はいはい、ありがとうございます。今日もたくさんのメールありがとうございました。ではご紹介します。まず真田さんに、はい、東京都の40代の方からです。アメリカの10年国債利率が上がってきているのが、アメリカのみならず日本、韓国の経済、株価に影響するのではないかと気になっております。今後どのようになっていくんでしょうか。はい、今のアメリカの金利の上がり方っていうのはですね、必ずしも良くない。経済が循環に回っていてね、金利が上がっていくのはいい金利の上がり方なわけですけど、今はやっぱりドルの増発しすぎで、それによってですね、アメリカドルに対するですね不安感が出てきている。そういったことで国債が売られて金利が上がる、長期金利が上がると、こういうような状況が起こっていると思います。そして長期金利が上がるということになれば、アメリカにですねお金が戻っていくような形になる。すると日本は大丈夫だと思いますけれども、韓国とか東南アジアの国々の資金が流れていって、うん、はい、そして経済危機が顕在化するトリガーになるような可能性は十分にあると思います。はい、鈴木さん、はい、千葉県の方からこういうメールしてます。日米韓の協力体制を重視するバイデン新政権が日韓関係の改善を求めてくる可能性が高いと思いますが、ムン大統領はそれに乗ると思いますか。乗らないと思いますけど、乗らないというとアメリカに怒られるんで、日本のせいで日米韓にはうまくいかないと。でパク・クネ政権に使ってたロジックともう一回使い始めました。ほう、もう大統領の特別補佐官がですね、はい、それを言い始めました、うん、ムン・ジョインっていう大統領とよく名前の人、はいはいはい、人がこの前シンポジウムでそう言ってました、はい、どういう理屈立てなんですか。日本が悪いから日韓関係うまく進まない、アメリカの気持ちは分かるけど、うん、こういう話なんですか。彼の意見だと、はい、日本が 99% 悪いと、うん、だから日米韓はうまくいかないっていう理屈を立ててます。そうするとそこからアメリカに対して対日圧力を求める、そういう話になるんですか。そうですね、はい、でももう一つお二人に、うん、岩手県の40代の方からです。国交を事実上の断絶、韓国とはできる限り関わらないでほしいのがほとんどの良識的な日本国民の意見だと思います。
ということなんですが、佐田さんいかがでしょうか。まあ、国交を断絶するまではいかないと思いますけれどもね、うん、やはり無視をしながら日本の正当性を国際社会に訴えていくという、これを、ね、繰り返すしかないんじゃないかなと思います。その話をやってる限りにおいては、なんかお互いに分かり合って経済的にその緊密にこう進んでいくなんてことはもうないってことですね。まあ、基本的な今の状況ではないと思いますね。できないと思います。それは日本側にも問題があるんですか。今の流れの中では基本的にはないと思いますね。私はないと思います。向こうが仕掛けてきている、はい、やむを得ない、はい、鈴木さんいかがですか。いや、僕全くそう思いますね。日本に問題があるって言ったのは朝日新聞ぐらいで、で社説でそう書いてありましたからね、はい、この前、はいはいはい、さすがにあれまた部数減るなと思いましたけどね。なるほどね。ですから、まあ、ただ無視するだけじゃやっぱり足を引っ張られますから、はい、それだけは注意すべきだと思うんですね。そうすると、じゃあもうはっきり言って、これ敵視政策を取るかどうかぐらいのところまでの踏み込み方ですよ。韓国は日本敵視政策も取ってますからね。我々もじゃあそういうふうに、それに対して、じゃあそれに対して我々も敵視政策を取るべきだって、こういう話になる。結果的にそうなってくるでしょうね。そうなる、最も近い国と敵視するわけです。いや、隣国とは仲が悪いのです。Chiều thu thời ấy lắng sâu vào hồn.